軍艦ドリ族は、鳥類かつオドリ目軍艦ドリカフレイガーティデイの唯一の族である。軍艦ドリ族の分布域世界の熱帯、亜熱帯に広く分布するが、主な分布域は太平洋とインド洋、およびカリブ海で、大西洋での分布域は限られる。全身は黒や黒褐色の羽毛で覆われるが、一部が白い羽毛で覆われる種が多い。オハは長く、アルファベットの V 事情。 翼は大型で角張り、先端が尖る。くちばしは大型で、先端は針状。水かきが不完全で後の間に切れ込みがあり、第四子が前後に稼働する、欠前木足である。これに対しペリカン目の多くは、4本の跡すべてが、水かきで繋がっている、前木足。一部は、水かきが発達していない、通常の三前跡足である。熱帯の海洋に生息する。 食生は動物食で魚類や軟体動物を食べる。水面付近にいる獲物を飛翔しながら捕食するが他の海鳥の餌を吐き出すよう強いるために襲う中性でも知られる。軍艦鳥類は高度な飛翔能力を持つ一方で羽の発水性が悪いため水面に降りず常に飛翔しながら餌となるものを取る。繁殖形態は乱生。集団繁殖地を形成する。 オスは頭を反らし翼を震わせ、喉を膨らませて、くちばしを打ち合わせたり鳴き声を上げて、メスに求愛する。主に木の栄に巣を作り、一回に一個の卵を産む。オスが巣材を集め、メスが映像をする。軍艦ドリカは、ウカヘビウカカツオドリカと、姉妹軍である。古い分類では、血前ぼ足という特徴から単独で、軍艦ドリアモク、フレイガーティに分類され、 ペリカン目の主流のペリカンアモクと区別されたが、この分類は系統的ではない。現在ではカツオドリメに分類されている。五種が属する。開発による生息地の破壊、人為的に移入された動物による捕食などにより、生息数が減少している種もいる。本家の構成種の総称である、軍艦ドリとの和名は、英名の異訳で、 英明は大型で全身が黒い羽毛で覆われることと、前述のように他の鳥類の獲物を奪うことに由来する。英明のフリゲートバードのフリゲートとは軍艦の貫縮文の一つで、この語が指すものは時代やそれを区分する国によって異なるが、元来は小ネ時代に戦列艦よりも小型、高速、軽武装の艦を指した。日本ではフリゲートに対して、 漢字の訳語が与えられなかったため、カタカナ書きでフリゲートと表記されるが、本属の和名としては、個別の完縮文ではなく大分類としての軍艦が用いられている。なお、和名として英名を直訳したフリゲートリと呼称、表記されることは、現在では通常はないが、英語の文献その他を直訳した例としてフリゲート鳥と表記されている例がある。また、 日本の海軍省が1883年より観光した官営水路市には軍島港リフンのために白色となれり、その鳥類は天神王、フリゲート鳥、および数種のテルン洋鳥の名等にしてその鳴き声はほとんど人をして老セシむの記述があり、和名が軍艦鳥と確定する以前にはこの故障が公式にも用いられていたことがわかる。 ナウル共和国では、軍艦鳥狩りが行われる。伝統的な娯楽であり、ナウルの男性は、この鳥を生きたまま捕らえる。その方法は、紐の先に重りをつけた仕掛けをつけ、放り上げて鳥を絡ませて捕らえる。一定の期間飼育して、また放たれる。女性は、狩り場の近くに立ち入ることも許されない。たくさん捕らえて飼育する男性は尊敬される。ハケット、SJ。 エトール、A、ファイロジェナミック・スタディ・オブ・バーズ・レビールズ、ゼ・エボリューショナリー・ヒストリー、サイエンス320、1763から1768語尾に、艦を付加して、フリゲート艦と呼ばれることもあるが、フリゲートのみで一つの艦種を表すので、正式な訳語としては、艦は付けなくてもよい。アホードリを意味する、新天王の呼気と思われるが、原文では、 この表記がなされている。関営水路市、第1巻下ページ、853、第10編先島群島北面の敷居は所持六里、尖閣群島パンフレットナウル、共和国国際機関国際機関太平洋、諸島センター灯りの写真と鳥の写真がある。ありがとうございます。